はい、しゅうです。今日はですね、あの、大豆ミートの話とかね、しようと思うんですけど、まあ結構ね、今流行ってるんですよね、大豆ミートってね。まあ、自然食品のところとか、それからまあ、スーパーとかも最近ね、こう、大豆ミートっていう感じで、もしくは、まあ大豆のハンバーグ、大豆だけで作ったハンバーグみたいな感じでも売ってると思うんですけど、まあ僕自身はね、正直言うと、そういうのを積極的に買ったりすることはほとんどないんですね。ただ、あの、豆腐ですね、凍らせた豆腐をベースにして、まあそれをこう、絞ってね、 で、パラパラになった状態のものを、こう、そぼろみたいな感じで作ってみたことあるんですけども、まあ、それはね、はっきり言って、こう、お肉と全く食感変わらない。ね、味付けによるので、もうほとんどですね、食感的にはお肉みたいな感じでも出来上がるんでね。まあ、肉の代わりとしては十分代用が効くなっていうのは分かってるんですけども、まあ、現代はね、こう、ベジタリアンですよね、ベジタリアン。ベジタリアンの人がすごくこう、多くなってきたってことがあって、 で、そのプラントベース、植物ベースのね、まあ食品っていうのがすごくこう重要になってきています。で、まあ市場の中でもですね、プラントベースのそういった食品っていうのはですね、まあそういった大豆ミートも含めてね、最もこう急成長している産業の一つになっているわけですね。で、大豆以外にもですね、その植物ベースのお肉っていうのは、まあ材料があって、例えばまあ米とか蕎麦もね、それを原料にしてこうお肉のようなものを作ったりだとか、当然豆類とかね、それからマッシュルームなどのキノコ、 それから小麦のグルテンですね。グルテンの成分であったりだとか、それから、まあ、豆腐もそうですし、それから、テンペですね、テンペ。テンペってのは、まあ、日本だとね、こう、納豆菌が発酵して、大豆をね、発酵させて納豆を作るんですけども、まあ、インドネシアのね、発祥の、まあ、大豆をテンペ菌ってので発酵させた、まあ、ちょっと臭い豆腐みたいな感じのものですね。それも、その植物ベースの、まあ、お肉としてね、こう、使われるわけですよね。 で、あとはもう湯葉ですね。豆乳から作った湯葉とかも、やっぱそういうのを集めてお肉のようにしたりみたいな形でですね。そういった植物ベースのお肉の産業っていうのはですね、いろんなものを材料して今作られています。まあただね、あの植物ベースのってことで言うと、まあ結構つなぎとかにね、卵を使ったりしているんで、まあ厳密なですね、ビーガンのような人はね、まあその植物ベースのお肉を食べるときにちょっと注意しなければいけないんですけれども、ただ基本的にはね、健康意識の高い人がそういったものをこう手に取るということなんですね。 まあ、あとですね、最近では地球環境の問題があります。で地球環境の問題どういうことですかというと、 その加工肉とかね、赤肉、いわゆる、まあ、牛とか豚のお肉っていうのはですね、消費量が多い方が、まあ、環境に負荷を与えてね、まあ、今流行りのですね、二酸化炭素の排出量が増えるってことが分かってるんですね。なので、地球環境にちょっとうるさい人たちもですね、どちらかというと、こう、ベジタリアンの方向に流れるので、環境問題の高まりについてね、ますます、植物以来のお肉のね、重要性っていうのが上がってきているってところなんですね。肉っていうのはね、そもそも美味しいんですね。それから食感であったりだとか、それから噛みごたえとか風味とかですね、まあ、実はその、 植物じゃないようなものをすべて含んでいると。ということは、まあ、植物ベースのお肉っていうのはね、そういったものをですね、なんとかしてこう、追加することによって、えー、お肉に近づける、味を近づけるということをですね、こうやっていこうという努力がどん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 こう進んでるんですね。で、まあ、特にその風味とかですね、噛み応えっていうのをもうどんどんこう工夫していくことによって、まあ、完全にですね、肉の代用品になっている。最近ではですね、イミテーションミートとかね、 フェイクミートって言われるぐらいですね。ほとんどね、区別がつかないようなレベルまでね、まあ仕上がっている状況になっているんですね。そうなってくるとですね、その、いわゆるベジタリアンだけではなくてですね、まあ肉の消費を減らしたいと思っている先ほどの環境を考えている人であったりだとか、それからですね、まあ宗教上の理由でね、特定のお肉は食べれない人の代用品としてですね、どん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 こう、市場マーケットが大きくなってきているんですね。で、2019年にはですね、アメリカで約16億ドル。 の、まあそういった産業だったのが、約10年でですね、倍以上になるんじゃないかってことが今予想されていると。まあ爆発的にですね、市場が拡大していくってことが見込まれているところなんですね。そして、まあ日本もね、あの不思議ではなくて、そういった大豆ミートであったりだとかね、そういった植物由来の肉というものに関して非常にこう関心が高まっているわけなんですね。 まあどうしてね、こう肉を避けなければいけないのかって話なんですけれども、まあ欧米諸国からのですね、報告では一貫してですね、赤身の肉とか、それからソーセージとかハムなどのですね、加工した肉を摂取すればするほどですね、まあいわゆる死亡率が上がるってことが分かってるんですね。まあ具体的には、加工肉や赤肉の消費が多いほどですね、大腸管のリスクが高くなるってことは、まあ紛れもない事実であるというふうにこう確認をされているんですね。 えー、WHO の参加のですね、IARC っていう、まあ、いわゆるがん機関がですね、えー、赤肉と加工肉に関しては、人に対して発ん性があるということをですね、もう認めているんですね。ですので、なるべく赤肉、それから加工肉っていうのはですね、消費をですね、控えた方がいいよっていうメッセージは実は出ているんですね。ただ、まあ、僕たちの耳にはあまり届かないっていうことになっています。これはどういったことかというと、まあ、いわゆる食肉産業のね、まあ、力が強いので、 そういった食肉に関してですね、そのネガティブなメッセージというのはあまり届かないようになっているというのが現状なんですね。栄養化的にはですね、肉というのは非常に魅力的な食品なんですね。当然、タンパク質はもちろんのこと、ビタミンの B12 であったりだとか、鉄分とか亜鉛がですね、豊富に含まれているんですね。わずかの量の中にですね、大量の栄養分が含まれている。それがまあ肉というものなんですけれども、みんなが心配するタンパク質ってことに関して言うと、まあ植物以来のね、もの、例えば、えー、大豆とかですね、 えー、レンズ豆とか、ひよこ豆とか、それからマッシュルームとかね。まあそういったものにもね、結構タンパク質なのは入ってるんですね。まあただ、その必須アミノ酸って言われるのが全部入っているのは、まあ蕎麦とかキヌアとかね、その大豆とかぐらいしかないので、まあいろんな食品をですね、混ぜてたくさん食べなければいけないってことはあるんですけれども、ただ、えー、植物以来のものだけでですね、タンパク質不足っていうのは十分ね、補うことができるんですね。 その一部の栄養素、まあ代表的にはビタミンの B12 ですけれども、ビタミンの B12 などをね、まあ除けばですね、ほとんどが植物由来のもので賄うことができるということになります。今日本でもね、よく売られている大豆ミートを含めた植物由来のね、お肉の問題点としてはですね、いくつか考えなければいけないものがあるんですね。一つ目はですね、まず圧倒的に考えなきゃいけないことなんですけども、それはですね、加工された食品であるということなんですね。すなわち、 え、加工されるがゆえにですね、例えば、え、結合剤。これは何かというと、植物以来の食品をですね、固めようと思った時にですね、まあお肉と違ってなかなか固まらないですね。ですので、えー、結合剤といってですね、まあ水分と脂肪分をですね、しっかりとこう結合させるような物質を中に混ぜるわけです。 それは、まあ、大豆タンパク質とかね、小麦のグルテンとかそのものもですね、そういった結合させる性質があるんですけども、まあ、卵であったりだとか、まあ、キサンタンガムとかね、それからカラーディーなんて言われるような、まあ、いわゆる添加物をですね、加えることによって固めてるんですね。 それから、ま、大葉肉にするような植物っていうのはですね、基本的にはですね、風味とかを豊かにするために油に漬けておくんですけども、じゃあその油何使ってるかっていうね、大豆の油であったりだとか、ひまわり油とか、菜種油とかね、いわゆる植物由来のですね、油にこう漬け込むことによって、そういった独特の風味を出そうとするので、えー、オメガ6の油がですね、結構過剰に入っているわけですね。風味も大事ということですね、そういったフレーバーを必ず加えますし、 肉っぽく見せるために着色料を必ず入れなければいけないんですね。その着色料としてですね、カラメルが使われてるんですけども、カラメルっていうのもですね、また同じくこう発芽性の物質として認められてるものだったりするわけですね。色をつけるものの保存を良くするためのものをさらに加えるみたいなね。まあそれはクエン酸とか乳酸とかですけれども、そういったものを加えてですね、まあなんていうかこう人工的に色々組み合わせて作っているものなんですね。添加物の量がすごく多くなったりだとか、そこから加える塩分の量が多くなったりだとか、 まあ食品としてはね、まあいかがかなっていうようなものに仕上がってるわけなんですね。それから二つ目の問題点としてはですね、特にこう大豆なんですけども、まあ大豆をねメインで使うということは、やはりですね、大豆に含まれている成分のいろいろなトラブルということを考えなきゃいけないんですね。 で、大豆に含まれているこイソフラボンというのはですね、女性ホルモン用の物質になっているわけなんですけれども、まあ乳がんのリスクがですね、まあ上がるというデータがあるわけです。要は大豆の摂取量が多いとですね、乳がんのリスクが上がるよって、これはですね、大豆に含まれているイソフラボンというのはですね、まあ女性ホルモンの役割をするっていうことなんですね。ただ研究によってはこの大豆イソフラボンというのはですね、癌を抑制する効果があるよってことも報告されているんですね。乳がんのリスクを下げるという報告もあります。 しかし、現実的にはですね、大豆の摂取量が多いと、特に男性ではですね、女性ホルモン作用によってですね、 まあ女性化乳房って言って、まあ男性の父が女性の肉をちょっと膨らんでしまうってことが実際に起こるんですね。まあ大豆っていうのはちゃんとホルモン用の働きをする可能性があるよってことは証明されているわけです。そうなるとですね、なるべく大豆というものに関してはですね、毎日取るようなものではないよと、ホルモンバランスをね、崩す可能性があるよってことで,ですね。まあ毎日豆腐を食べてますとかね、毎日豆乳を飲んでますっていうね、そういったことは避けなければいけないし、当然のことだからね、毎日ね、その大豆ミート 食べてますすっててこととも避けて欲しいなと思うんです、ねまあ実際その大豆ってねあの人によっては体にいいものでよそんな乳がんでスクなんかあげないよそういったデータもありますよっていうことを言うとは思うんですけども僕自身はやはりそういったホルモン作用がねあるということを分かっているので過剰にねリスクを取る必要はないと思いますので毎日毎日取るということは避けた方がいいかなというふうに思っていますそれから大豆に関しては特にですね加工された状態ではですねほとんど遺伝子組み換えの大豆が使われている可能性が高いんですね だから最初から加工されたその大豆のまあハンバーグみたいなものというのは極力避けて、もしあれだったら自分でですね、まあお豆腐から、その遺伝子組み換えでないお豆腐からですね、自分で手作りしてですね、まあ、大豆ミートみたいなのを作成して、まあハンバーグとかにするとかね、まあ唐揚げとかにするとか、そういったふうにこう使ってほしいなというふうに思うんですね。で、今後ね、ますますですね、健康にいいよっていうメッセージを出しながらですね、この大豆ミート、 それから植物以来のお肉というのがですね、まあ市場に出てくると思いますけれども、よくよくですね、商品を選んで手に取るようにしてほしいんですね。必ずしもいいことばかりではないよってことをですね、認識してほしいんですね。実際に体にいいものっていうかね、体にいい作用してくれるものというのはなるべく加工度の少ないもの。まあ大豆に関してもね、まあ大豆ハンバーグよりもね、あの豆腐とか豆乳の方がいいですし、 まあ、もっと言えばね、あの、大豆そのものをね、調理したものの方がいいというふうに、なるべくね、まあ、ホールフードの状態の方がいいよっていうね、考え方をベースには持っておいてほしいと思います。まあ、今日の足に役に立っていった方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。